はい、ご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介するのはこちらバルナックライカの 2C になります。 2C は 3C から1000分の1を省いてスローダイヤルを省いてこちらのアクセサリー種を簡素化したものになっております。はい、で1000分の1もスローもかなりね、やっぱり修理する側とすれば故障箇所としては多い部分ですので、だからもうまあ故障しにくいような機種だと私は思っております。だからもう1000分の1もねスローもいらないっていう方にはこちらをおすすめいたします。それにね 3C はもう10万円台以上製造されておりますが、こちらの 2C はだいたい約1万1000台ぐらいしか製造されていなくて、かなりレアな機種となっております。はい、こちらはボディキャップ付属しております。ではまずは外観から見ていきましょう。外観はこちらは 3C タイプに、あのよくあるシャークスキンと呼ばれるタイプになっております。シャークスキンはね、私はよく紹介するときは言うんですが、このかなり丈夫なんですよ。普通のねグッドベルカーだと案外ポロポロ剥がれたり色がね焦ったりしてるのが多いんですが、シャークスキンはなぜかね案外丈夫なものが多くて、そんなにねあのポロポロかけたりするものが少ないです。これもねかなり全体的には綺麗なんですが、よく見ると、まあ、スローシャッターがある周りの周辺にここちょっとだけ欠けがあるんですよ。まあ言われなければわからないレベルです。ほんとちょっとだけ欠けがあるレベルで、あとはとてもいい状態です。はい、ではあとメッキですね。メッキとかがその他ボディの状態は珍しいですね。 3C とか 2C とか 1C とか C の時代ってあんまり物資が不足してる時代で、メッキの状態があまり良くないのが多くて、かなりボロボロあのポロッと腐食したりあのメッキが剥がれてるのが多いんですが、これ珍しくかなり状態がいいです。でそれに目立つ傷もないですね。大きなへこみとかも、底蓋もまあそれは多少はありますね。それは使用していくもう何十年も前ですので。あとそれとカバー同様、大きな傷や目立つ傷もなく、あ、かなり綺麗な状態ですね。珍しいです。 2C にしてはかなり綺麗な状態です。あまり使われなかったのかもしれないですね。 2C とそれか出回ってないのか。はい、ではあとは機構的なものを見ていきましょう。でこちら当店でオーバーホールしており、その時にシャッター膜も交換しておりますので問題ありません。で巻き上げもね非常にスムーズに仕上がっております。まずは B バルブから見ていきましょう。はい、問題ありません。次は見るとこあまりないですね。30の1とかちょっと見ていきましょう、ね、優しいシャッターの仕上がりになっております。であと、まあ、1000分の1ないんで最後のこう最高速500分の1を見ていきましょう。はい、ちょっと動画ではね見づらいかもしれないんですが、専用のシャッターテスターの測定をして調整済みです。でその後実際にねフィルムを装填して被写をして、光線漏れやシャッターのバウンドがないのを確認しておりますので、あの安心して撮影できます。はい、ではあとこちら被写の後にはこちらフィルムの巻き戻しもテストしており、引っかかりなどなくスムーズに巻き戻ることも確認しております。はい、ではあとはフィルムカウンターですね。まあ、じゃあ0に合わせましょうか、分かりやすいように。はい、0ですね。1、2、はい、問題ありません。ワンカウントずつしてくれてます。じゃあ次はファインダーですね。レンジファインダー、ビューファインダーともにとても綺麗です。清掃済みです。でこちらがですね、20度がねかなり薄々で見えなかったもので、ハーフミラーを当店で交換しておりますので、20度ははっきりくっきり見えておりますので、撮影時にはねとても気持ちよくピント合わせすることができると思います。はい、あとは底蓋ですね。見ていきましょう。内部と開閉もね非常にスムーズになっております。こんな感じで、はい、もちろんですがスプールも付属しております。ス
ップルもね、いい感じで硬すぎず重すぎずで、スポッて切り抜かれます。時々ね、こちら硬い時がありますが、その辺もしっかり調整しておりますので、とても簡単に引き抜くことができます。はい、あとは中はこんな感じで特に問題ありません。中も綺麗です。はい、3C のね、廉価版と呼ばれる簡素なモデルですが、最初の方に言ったスローダイヤル、ガバナーとかない、ありませんし、1000分の1もやっぱりもう古くなると狂いやすくなりますので、そういうのはいらない、1000分の1もいらない、スローシャッターもいらないという方にはこちらをね、おすすめします。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。ワルナックライカ 2C のご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。